24式重機関銃、または安し作りり24式79、マキシム重機関銃は国民革命軍の正式重機関銃である。ドイツで開発された MG08 重機関銃のライセンス生産品である。中毒合作により、ドイツ兵器局が無償提供した設計図をもとに、1915年より、金量兵交渉などが、 すでに生産していたオリジナルの MG08 から、重火を三脚化にし、対空射撃を可能にするなどの紹介量を加えた、ものである。1935年に、量産型が完成したため、24式銃機関銃と命名された。関陽兵交渉で生産されていたブローニング m 1 9 1 7へ、機関銃と共に、国民革命軍、航軍双方で、 国境内戦まで使用された。国境内戦後は徐々にソ連から供与された PM1910 重機関銃や SG-43 重機関銃に置き換えられたが、ベトナム戦争までその姿を見ることができたという。MG08-18 のようにウォータージャケットを外し空冷式に改めたものがある。これは36式重機関銃と命名された。 中国人民解放軍は国境内戦後に24式重機関銃の使用弾を 7.92EX57mm モーゼル弾から 7.62EX54MMR 弾に改造して使用した。ありがとうございます。